です。建物の上に乗っています。あれは USS コンスティテューション。兵士さん、誘導システムの機能が完全復帰。報奨金分配済み。船長との対話を開始することが必要です。君は私たちの気高い船の役に立ってくれた。血を流さずに誘導チップを取り戻してくれたこと嬉しく。スカベンジャーは私たちに致命傷をもたらしたけれど、私たちの目指す場所は下劣な復讐よりも崇高でなければならない。スカベンジャーはあんたのロケットを吹き飛ばすために。彼らは軍隊の名誉を非難しようとしているのかね。本当に深い海の底に沈んでしまうがいい。最後の仕事における君の注目すべき奮闘ぶりには報酬を与えねばならないと考える。私たちは間もなく神聖なる任務に乗り出す。それで現在の状況はどうなってる？この仕事を完了したら喜んで私たちの任務について話そう。その時までは沈黙と警戒だ。この船の近くの工場からターボポンプベアリングを調達する必要がある。確実に危険な任務になるだろう。だが君なら成功すると信じている。上に乗っています。あれは USS コンスティチューション。なんと言いますする確率は実質的にゼロです。お前は死んだ。失った。
上に乗っています。あれは USS コンスティチューション。マンディ、何か見つけた？どんな計画だったっけ？もしアイアンサイズがロケットパーツを要求したら、先に私によこしな。ロケットをいじればあのクソ大砲を壊せるはず。早くそこに行ってブツを見つけてきな。マンディ、何か見つけた？何もない。ふん、さっさとしな。アイアンサイズ船長、長年にわたるこの仕事の成功はあのターボポンプベアリングにかかっている。アイアンサイズ船長、ウゲン選手のパワーを調整、進路そのまま。航海士君、運命が望んでいる。ついに出航の時だ。私たちの英雄に感謝。君は本当に素晴らしい働きをしてくれた。よくやった。出航？出航前夜だ。秘密を守らねばならなかった時は過ぎ去った。私たちのツイン NX42 ロケットは点火され、私たちをこのおぞましい貯蓄貸付組合から解放する。コンスティチューションは天に向かって飛び立ち、穏やかに海に着水する。そして私たちは大西洋の勝者としてあるべき場所に戻るのだ。
何をするつもりだって。輝かしい計画だと思わないかね。崩壊仕組み、彼女の能力を試してみよう。私たちには必要となる。あの母のいない雑種犬たちを。いつも私たちの手には降伏し、卑劣な裏切り者。私たちの処女航海立ち会いにふさわしい人物だ。私たちのツイン NX4 コンスティチューション。それは壮大な計画だな。人々は言う。危険を冒さなければ何も得られないと。航海士君、彼女の能力を試してみよう。私たちには必要となる。あの母のいない雑誌に私たちの敵は降伏した。
船長。神を感謝する。スカベンジャーの猛攻撃は終わった。この人出たちとは誰も私たちの船に足をかけられなかった。全員出航準備。あんたはまだこの考えを諦めてないのか。時間があればスカベンジャーは再結成する。今やるか、決してやらないから。出発のために予備ジェネレーターからの電力が必要だ。申し訳ないが、最後にもう一度君に依頼しなくてはならない。ジェネレーターはどこにある？ロイヤルアームズアパートの屋上だ。スカベンジャーが残っているかもしれないから用心したまえ。君はこの報酬に十分に値する。幸運を祈る。私たちはもはや係留されてはいない。離れていくぞ。